だとしたらもう合法化すればいいじゃないですか。そしたら高橋さんは捕まえる意味がなくなるんです。まあ意味はね、そうですよね。そうですよね。別に誰かに迷惑かけてるわけじゃないんで、ね、そういう意味じゃなくてロジックとして日本で二重性ポルノが合法化されたら彼は堂々と日本に帰ってくるわけで、これオンラインカジノも一緒で、オンラインカジノは京都府警が捕まえたんですよ。あのクソ京都府警、マジムカつく京都府警大丈夫ですかそんなこと言って。いや俺ずっとムカつく警察とかもうクソ警察とかずっと言ってるんで、3人捕まえて、あれね、京都府警は今ちょうどウィーニーの映画やってるからぜひ見てほしいんだけど、ね、ウィーニーの映画絶対見ろ。もう京都府警は国賊だわ。もうまさにそう、マジクソ。京都府警はスタンドプレーでネットだったら全国で行けるわってなってるからすげえ頑張ってやったわけ。そしたらウィーニーを捕まえちゃったわけです。要は包丁で殺人事件が起きたら包丁を作ったやつを捕まえるっていうわけわかんないことやっちゃった。まあ要はウィニーを作った人が結局捕まってしまって退陣しちゃいましたよね、あの人も。だから京都府警はクソなんですよ、マジで。それウィニーの映画見たらわかる。最高裁、高裁か、で無罪になったんだけれども、金子勇さんっていう方が無罪になったんだけど、すごいストレスを多分抱えてたと思うんですよ。だから日本の宝ですもんね、あれ。それを京都府警がとにかくね、やって、京都府警は実はオンラインカジノにも踏み込んだで、3人捕まえて、はい、2人は罰金刑を受けられて、略式で、あの検察官に略式って、俺も一回無免許運転でやられたことあるんだけど、はい、無免許運転免停中の無免許だった、ね、忙しすぎて免停食らって、はい、あれ行けなくて報酬に、はい、その時乗ってたら、はい、それ捕まってこんなんで捕まっちゃうのって大変だったんですけど、はい、まあいいんです、はい、それはどっかでたまに言ってるんで、まあ、略式っていうのは裁判を経ずに被告人がお金を、罰金を払って終わらせる。それが3人逮捕された中で2人がね、それ認めちゃったから、でもう1人は裁判で戦うって言って、そしたら検察が不起訴にしたんです。そうですね、要は最終的にはこれ勝てないと。そう、勝てない可能性があって、だってオンラインカジノなんて、ね、そもそも日本の賭博罪はどういう風な法律構成で作られてるかっていうと、賭博釣り会長、トリ会長ね、うん、トリ会長、うん、そう、はい、賭博トリ会長が要はメインなんですよ、はい、要はつまりヤクザとかが賭博を勝手に開設して、はい、寺船を取って、うん、そうですね、売春斡旋法と一緒ですよ、ね、そうです、ほぼほぼ一緒です、売春防止法と一緒です。そうです、とにかく元締めは捕まるけども、賭博してる人とか売春してる人は捕まらないようにしてるっていう、そういう、そういうことですね。だからそういう法律構成なんで、海外の合法なオンラインカジノのライセンスを取ってるところにカジノをしてたら、これはもしかしたら最高裁とか高裁あたりで無罪になっちゃう可能性あるの。あるでしょうね。だから結局それ判決出てないですもんね、オンラインカジノに関しては。そうなんです。で IR も始まるし、はい、これは無理やろという話だったんです。京都府警はね、帽子くんまで捕まえて、帽子くんって知ってます、うん、FC2 で女の子集めてきてしてお金儲けた、はいはい、帽子かぶってるから帽子くんって言われた、はいはいはい、それをだから FC2 で無修正で出会ったわけですよ。それが京都府警が入って公然わいせつだと、あとわいせつ侵略物かな、ね、無修正は警察の雇用維持のためか、まあそういうことやね、まあそういうことですね。警察の、まあ、パチンコのあれも一緒ですけどね。パチンコなんか完全にあれ賭博じゃないか。どう考えても賭博、そんなのどう考えても賭博ですよ、はい、だから景品交換も1万円以内なんです。10万円のコインとか作っていいわけですよ、特殊景品でも絶対1万円以下にしかできないんですよね。だからパチンコする人は分かると思うんですけど、2500玉以上の景品って置いてないんですよ。あれってじゃあどういうことですか、一時の娯楽に供するものとか、はい、そういう感じ。いや、一時の娯楽に供するものって一応1万円以下みたいな出てるんですよ。だからパチンコ屋さんに行ったら2500玉パチンコで言えば4円パチンコで2500玉の1万円以下で、スロットも同じ1万円以下なんです。もちろんそれを10個20個買えれるから、ただ1万円以上の景品置いてないのはそういう意味ですよ、はあ、なので結果としてとにかく高橋さんとまたガチャガチャやってるかもしれないが、はい、高橋さんは安全に日本に帰ってくるためには立花さんと組むしかないと思う。組むというか、いやいやもう全然、だからとにかくこれってどう考えても日本の国語をただ流出させてるだけじゃないですか。事実上の話になってるんだから、はい、もう合法化するしかないんです。でオンラインカジノももう合法化するしかないんです。ないっていうか、もう絶対そうした方が得なんで。得なんです、はい、もう得でしかないですよ、国のお金が。大麻も合法化した方がいいんです。だってあれアメリカに押し付けられた法律だから、大麻取締法って。それまで覚醒剤も大麻も合法だったんだから、財閥の解体も終わって、実際にね、日本のメガバンクが引き継ぎ出したように、うん、もうアメリカ
カの目が届かなくなってきてるから、うん、まあ、あれね、あれなんですよ、アメリカの目が届かなくなってきてるというよりは、要は専業して新しい面白いことができるようになったから、うん、そこに入ってきたアメリカのピューリタンの国だから、政教徒革命のやつらが来てるから、メイフラーウォーズね、はい、なんていうのかな、うん、何でもありやでみたいな資本主義みたいな人と、めちゃくちゃ清廉潔白でみたいな人が同居してるんですよ、はい、うん、その清廉潔白でみたいな人が、日本は美しい国にしよう、綺麗な国にしようって、あ、なるほど、ね、それで大麻取締法とか作ったんですよ。まあ、でもそういう意味では大麻はとりあえず置いといて、やっぱりもっと作るべきなんじゃないですか、うん、いやで、そうなんですけど、でそれでしかもあとね、あれもそう、青色申告、それもシャープ勧告って、シャープさんって人が来て、日本の税制をきれいにしよう、もうだからね、きれいにしようみたいな人たちがブワーって来たんですよ。いやでもそういう意味では、僕この間 DJ 社長に会いに久しぶりにバンコクに行った時に、タイマーうわーもう売ってるじゃないですか、街中で。初めてタイマー吸ったんですけど、 DJ 社長に勧められて、良さが全然わからなかったんですけど、いやいやいや、だから日本の僕で治安の良さって本当世界に売れると思うんですよ、治安の良さと、まあ、料理のうまさ、はい。